はい、皆さんどうもこんばんは、将棋です。お世話になります。いつもありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。神のね、小吉が見たいっていう方がね、いらっしゃいまして、まあ、ちょっとお見せしたいんですけども、ちょっと寝てますんで、ね、今日はね、また次回起きていたら紹介したいと思います。で、最近ですね、最近、変わったことといったらですね、まあ、ゲーム、FPS 全然関係ねえやんと言われた、それだまでなんですけど、最近ですね、おじさんがですね、僕のおじさんがですね、ドライヤーを買ってこいと僕に言うんで、ドライヤー、まあそのおじさんドライヤーあんまり意味ないですよね。なんでかって言ったらですね、まあ小吉よりも、まあ言っちゃなんなんですけど、小吉よりもまあハゲてますんで、まあいいですよ、身内なんでね。別に全然他人じゃないんで、はい、身内なんでいいんですけどね。まあ全くもって必要ないと、小吉を見る限りでは。で、なおかつですよ、そのドライヤーっていうのが、こう、なんていうんですか、女性が使う、なんかこう、はめるやつですね、ガチャってはめて、なんかこう、ブラシがついて、そこから出るようなやつあるじゃないですか。これ、ハゲたおっさんにこれいらんやろ、ということですね。これは別に文句じゃないです。おじさんなんでね、僕の本当の、ね、血がつながったおじさんなんで、言わせてもらうんですけれども、全く意味がないものをですね、購入するって言い出してですね、まあ、それをですね、ちょっとまあ、買いに行ったっていう感じですかね、最近あったことと言ったら。何を言いよるんかって話なんですけど、はい。まあ、そんなことでね。まあ、今ね、大変ですよね、時期的にも。ね、まあ、時期的にも大変なんですけれども、皆さんちょっとね、元気よくね、やっていくしかないと思いますので、小吉はちょっとバリバリ元気を出してね、こうやって放送をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。今回からですね、ちょっと放送の、内容を変えましてですね、ゲームなんですけど、ゲームはゲームなんですけれども、ゲームの、なんていうんですか、プレイをね、まあ、あんなしょうもないプレイ見てもしょうがないんで、ちょっと今回は違う作品を作ってみましたので、ぜひご覧になってください。見たらわかると思うんですけど、小吉ね、ちょっとね、昔ちょっと絵を描いてた頃があってですね、今回はですね、そのキャラクターをですね、書いてですね、横にね、動画で貼り付けて、ちょっと、掛け合いをやっておりますので、よろしかったら、ちょっと見てやってください。それでは、今日も行ってみましょう。動画の方ですね。はい、皆さんよろしくお願いします。じゃあ、それでは BO4 で撮っておりますので、ご覧ください。どうぞ。
強制する。